今度は下ってみまーす。で、今は、今度は、マイクをつけて、下ってみよう。平浦を今度は神田側に下ってみます。相変わらず平浦駅で、ここ行ってみたいけど、多分行ったらいけんやろうね。減速帯をどうにかしてほしい。
と減速帯が続いてます。こっからも気抜いたらなんか事故りそうや。
これはどこに続いてるのか。マウムシ注意。お、近道やった。よっ。